どうもプラルでございます。今回もやっていきましょう。ということで今回も引き続きですね、こちらの、にゃんこの方やっていこうかなと思います。サダカです。ということで前回はですね、まあパラ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 、クリアいたしまして、なんとか深淵の大渦までね、来たので、とりあえず今回もですね、こちら、深淵の大渦ということで、こちらの方やっていきたいなと思います。まあ、できればねサクッとクリアして、その後も、とりあえずどん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 、まあ時間がね、可能な限り、ちょっと進めていきたいなと思うので、とりあえずね、さざっと、クリアしていきたいなと思います。じゃあまずね、ここからいきたいと思います。続きましょう。羊人ということで、まあ、前回同様ですね、ほぼほぼノーカットで、参りたいと思うのでよろしくお願いします。どうしようかな。確かね、これも確か白叩いて何パーかぐらいで出てくると思うので、一応待ちましょうか。うん、どうしようかな。カオルさんだよね出てくるの。だからまあ壁もまあ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 という感じなんですけれども、じゃあちょっと攻めてみましょうか。そろそろ、まあ、一応抜き足もいるんで、一応心はね、心強いかなとは思うんで、果たしてどうでしょうかっていう感じなんですけどもね。そういえば待って、未来編の一章のボスって何だったっけ。月はもう完全に、もう忘れてるんで、まあ本当になんかね、ある意味新鮮な感じでやってるんですけども、どうしようかな。ムーブとかまだ出さなくていいかな。ちょっと怖いんだけど。あ、来た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 来ましたね、こやつです。はい、ということで、通じにかかりたいなと思いますよ。ということで、どうだ、いけるかな。ちょっと怖えんだよな。何にもさ、なんかノックバックもしないからさ、ちょっと怖いんだよな。いやー、ちょっと無理かな。怖えな、動きが止まらないね。まあ、そりゃそうか、第2形態の、バルだから、そんなか。さあ、あとはもう抜き足にもうね、かけるしかないと思いますよ。まあ、いいぞ、いいぞ、いいぞ、ノックバックはした。ということは、とりあえず、あとはもう、取り巻きももういないんで、あんまりいないんで、あー、やばいな。これが結構厄介なんだよな。あー、来ちゃったかー。え、結構やばい、これ。待てよ、待てよ、待てよ、待てよ。おい、いけるかなーなんとか思ったけど、そうでもないか。そろそろムート出した方が良かったかな。ちょっとお財布紙しましょうか。あ、よし、ムート出すぞ。よーし、よーし、よーし、よーし。意外と強えなー。で、ムートの方も多分ね、レベルの方が多分マックスではないんで、まあ、まあ、パフォーマンス的には多分最高な攻撃、多分できないかなとは思うんですけども、まあ、いないよりはね、いる方がマシなので、とりあえず、頑張ってくださいまし、ムードさん。お、いいね、いい攻撃してますね。まあ、やっぱムートとは違うね。あ、でもやばい、取り巻きがいないから結構ムートも危ないぞ。このままいったら攻撃がやばいぞ。もう2回ノックバックしてるんで、もうちょい多分攻撃すればね、終わるんじゃないかなと思うんですけど、まず取り巻きがなんだか邪魔。よし、いいよ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 。あれ、まだまだ3回目なんで、ノックバックなんだけどな。ここで手こずってたらちょっとね、もう月じゃ大変なのでね、まあお宝が揃ってないっていう点もあるんですけども、まあでもね、一応ね、早い段階でもう第3形態で、ね、よし、オッケーオッケー見てあるんで、少しはちょっとね、勝てないとちょっとね、やばいなって。ということで、あんまりお宝を気にせずところね、行けるところまで、まあ、とりあえず、今回もね、参りたいなと思います。ということで、はい、ということで、終了でございます。スコア的にどうなのこれ。あんまり良くないよ。わー、お宝。はい、ということで、レアチケットは出ませんでしたね。スコアが低いってことで。はい、じゃあ、引き続き、マダガスカルから行きまーす。で、とりあえず今何分くらいだろう。あー、でもまだ時間ありそうなので、まあとりあえずそうだね、まあ時間とスタミナが許す限り、やっていこうかなと思います。まああとはね、このね、1ステージあたりがね、どれくらいのね、サクサクでね、クリアできるのかがわかんないんで、わー、ガブか。ガブ。
どうだどうだ。多分ね、CM の音声がね、終わってからね、多分ね、結構難しくなってくるんだよね。だからちょっと歯食いしばっていかんとね、いけないですね。さあ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 。勝てるかな。初敗北はどの場面ですか。でも今20、でもまだまだ平気だと思うんだよな。あ、やべやべやべ、メタルカバー来たんだけど。まあまあまあ、でも問題ないんじゃないかなと。さあ、攻めるぞ。とりあえず、そうだな。やばくね、結構カバーがさ、重なってるんだけど。おお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 、これは、これは、これは、ちょっと頑張ってくれよ、頼むよ。ちょっと、まさか、まさかここで、時間を使うとは、思わなかったぞ。ちょ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 。カバーがめっちゃ重なってるんだけど。ああ、いいぞいいぞ、メタルカバーが一体倒れた倒れた。ってことは、これいけるんじゃない、勝てるよね。あれ、また来たんだけど。勝てるとか思ったんだけど。うわ、ちょっと待って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 、いっぱい来たんだけど。うーわー、マジか。あー、でも1体倒したけど。でもさらに2体増えてるからね。何これ。うわー、でも向き足がすげー揃ってきてるから。おかげで、いいよ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 。なんかムーといた方が楽な気がしてきたけどな。どうしようかな、出しちゃうかな。 OK、 距離的にはそんなにないんで、まあ、近づけば多分いけるかななんて思うんですけども。なんでさ、メタルカバーの方が先に倒れたの。このあれか、距離的な問題。このエイリアンのカバーが、おー、よし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 、ムーと生きた意味だ。全く意味なかったんだけど、まあまあまあ、でも無事に勝てたのでよかったです。はい、オッケー、いいシールでございます。じゃあこっから結構ね、きつくなってくるんじゃないですか。じゃあ次ケニア行きます。ということで、まだまだ大丈夫そうですね。ケニアか、結構広いな。とりあえずちょっと泳いでもらって、偵察ですね。まずはもう偵察で、多分ね、ここは多分お財布ダメしなくても多分あんまり大丈夫じゃないかな。いやー、サナダフチ、うわーうわ、控えめな、うわーだったけど。うーわー、でも黒ゴリと白ゴリだけなのか。それならまだ大丈夫じゃない。黒ゴリと黒ゴリだったら、まあ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 、でもヌートレちょっとね、ほら引き出してもらえば、ほら、来た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 。ここは大丈夫じゃない。まあ、ここまでキャラが揃えば多分大丈夫じゃないかなと。ケニアも問題なく多分いけると思いたい、思いたいんだけど。とりあえず進んでいくぞ。次もう一箇所ぐらいはとりあえずクリアはしておきたいなと。で、とりあえず今後としてはどうしようかな。冬大陸までは、あ、バミューダもあるか。まあ、その辺までは多分まだね、結構あるんで、どうしようかなと。まあ、ね、交換ゲット。それもちょっと考えましょうか。ということで、サウジアラビアも行きます。ということでね、スタミナの方は多分あまりは結構あるんですけれども、多分時間の方が、微妙に、もう残りが、ないので、一応多分サウジアラビアで終わりかなと。これもね、なんか何も出ずにすんなりとね、終われればなんて思うんだけど、どうだろう、いけるかな、誰が出てくるかな、僕は。出てこない出てこない、お、出てこないかこれ。これ出てこないんじゃないこれ、このままいけばさ。あー、ダメかな、ダメかな。あー。マジか。これあんまご了承したかったんだけどな。ちょっとダメそうだ。まあいっか。まあ気を取り直していきましょう。いやー、待って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 。意外と厄介だぞ、これ。
と、どうしようかな。クマ戦、行くことも結構な、あれなんだよな。どうしようか、どうしようか。じゃあ、とりあえず、あ、OK。とりあえず、EX2 体出して、まあ、距離はそんなでもないからね。このエイリアンゴマさんがちょっと結構厄介だな。結構強えな、こいつ。よし、オッケー。で、クマ戦ももう大丈夫だから、っていうね。よーし。じゃあもうこのまま、行きます。どうしようかな、もう一箇所ぐらい行っちゃう？もう一箇所ぐらい行っちゃいましょうか。はい。じゃあ次、エジプトも引き続き行きます。意外と、そうなると、ワッターがために、これで行けるね。うわー、いっぱい来たねー。なんか波動を持ってるキャラクターが言うとすごいありがたいんですけども、多分いないと思うんで、どうしようかな。早い段階からムード出しちゃうかな。どうしようかな。なんかこれが確か、あれ他なんか出てくるのかな。ちょっとわからんけど、なに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 、この大群は一体なんだろう。なんかやばいの出てくるかな。やばいぞ。ああ、ガクはダメな平気だな。まあ、あとはカッチンのワンコだったら。まだギリギリ平気かなと。ああ、やべえ、レディーが来た。でもここまでキャラが揃ってあれば、多分問題ないんじゃないかなって。これも多分すんなりと。ほらね。よし、オッケー、大丈夫そうですね。ということで、一応エジプトで、割りにしましょうか。一旦ね。で、今後はね、月までのこのね、経由っていうか、このね、進めていくあれはどうありするかちょっと考えてないんですけども、すげえ！スコアが7発でさ、スコアのさ、経験値7発なんだけど、だからどうしたって感じなんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、とりあえず、まあ、引き続きね、こちらのサハラ以降もね、ちょっと進めていきたいなと思うんですけど、もしかしたら動画にするかわかんないですけども、したらね、その場合は見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。